釣り川行く？もちろん釣り川行かんと。e スポーツモード俺初めて釣るから。あ、e スポーツモードかな。これは新宿になるとこんなになる。グググググググ。これ実際これやったん？これが野田さんの時もそうやし、1回戦もそうやったよ。あ、そうなん。あんま日はそうやったん、うん、全部全部そうやった。やろう。オッケー。久々やな。負けられへん。あ、はいはい。で、あの、そう、だから感覚はすぐ掴めると思う。 A で掴む。俺取っちゃう。あ、ブルーのシャツです。僕が野田さんですね。感覚はすぐ掴めると思う、大和君なら。はいはいはい。さあ、その先の領域となると話は別だかな。はい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 。ああ、序盤は多かったか。うん。いや、いや、全然安定してる、全然安定してる。あ、全然いい。そこから戻ってこれんのは全然安定してる。お、もうあのフェニックスさん超えたよ、モア君。フェニックスさん誰？フェニックスさん、あの大会で16位、15位だった人、最下位で、あの、あ、はいはい、80秒チャレンジって言って40秒で死んじゃった人。あ、くそ、死んでない。あ、俺やばいかも、これ。おっと負けたかも。いや、あ、漏れた。残念。初見で、初見で勝ってたら。いや、俺耐えたと思うよ、多分ギリ、俺は。いや、俺、俺、あの転がってる状態でも釣り革掴めんの？一回ちょっと起き上がらな無理。あの、一段階。あ、そうやんな。うん、一段階起き上がる。あの状態で掴めたらなおかしい。今、新宿超えてた？まだ全然。あ、そうやんな。うん。100秒、102秒ぐらいかな。はいはい。あー、そうやんな。大会そうやった。野田さんと120超えたかな。結構マジで、この 2P 対戦の2分は結構しんどいで。あっからまだ右に直されることあんのか。ある。4段階ぐらいやと思った方がいい、釣り革の重力は。で、ね、ここ見たらええよ。釣り革見たらいいよ。釣り革が先に勝って動くからそっちの反対に動かす。うん。そうそうそう。むしろ釣り革しかほぼ見ない。マジで？うん。この時まだ僕は知らなかったんですよ。とんでもない男を育成してしまってたので。ひりつく試合ができて、むしろありがたいね。ひりつかへんやろ、こんなもん。ひりつくる、毎回ひりついてるから、これ負ける、負けたくないもんだって、誰よりも。お、掴んできた。俺もやったのかな、これ。俺も減らしてるかな。いざという時のやつ。お茶飲みすぎ。お茶飲みすぎ。俺、端っこどうせ掴めへんし。ウィー。ウィー。ウィー。ここがターニングポイントだったな。あ、やばい、左マジやばい、そっち。俺もやばいかも、左行ったら。あ、やばいか、マジか。あ、この状態初めてや。俺どうせ掴めへんから、これ、しとくのが、俺はほら。見えへん。いや、でも反応しよう。あ、そうやな、確かに。あれがなくなったな、目安が。俺、この方が強いかもしれない。そうやな、俺が弱くなるから、相対的に。くっそ、マジか。やったなんだって。あそこまでやったのに。いや、いいんちゃう、でも、戦い方としては。やっぱダーティーな前方の方が向いてる気するわ。これでいこう。いいよ、いや俺攻略やったらそれかもしれんわ。まあ、それでも反応勝負で俺そんな負ける気もしないけどな。いやでもほぼ5分ぐらいに持ち込めんじゃん。かもな。ある状態よりはそうかもな。そりゃそうやろ。うん。多分そのでも落とすのも大変やで。そうやね。うん。だからまずここで落とせるかどうかが。おもろい直してやるか。新宿まで行きたいね、やっぱ俺。いやー、落としてやりてー。あー、もう両端やんけ。お、ゲーセン完了。1時間目安か。よいしょー。はい。じゃあね、協力してやるか、1個。なんだー。あ、くそだよ。俺もわからへん。ほら、もう、ないよ。ないな。そう、その位置がすでにやばいからね。せやね。端から行きたいねんな、ほんまは。アンピーの勝ち。いやー、7連勝やな。分かった分かった分かった。これ最初どっちに動くかも分からへんもん、多分。分からへんよ。完全なランダム。削っとくか。なんだ。なんだ。
さあ捕らえた。長くなりそうだなここからいいぜ、かかってこい。お茶の水、お茶の水、お茶の水。ラグもない状態なんで、お互いベストな状態でできてると思います。ラグに関しても完全に同じ状況やからな。そうやな、分かった分かった分かった、同じディスプレイ。一回も負けたくないわ、なんか。いや、これは油断したわとか一回も負けたくない。俺、割と自信あるぞ。あっ、ほら俺のが右におったな。うわっ、えーはい、うっそやらしかよ。8回目で世界取りました。すいません。えぇ、すいません。え、59秒でした今。ちょっと帰るか。いや、新築いってないかな、まだ。釣りか激戦でへんと、なんか何千秒とかいけへんすもんね、やっぱ。普通無理っすよね。いや、いけるけどな。え、なくてもいけるけどな、全然。なんだ今まで試してなかっただけで、なくてもいけるんやけどね。やってもらっていいですか、じゃあ。あ、じゃあついてきてもらっていいですか。お、だから、あの、高尾まで行くんで。オッケー。お茶飲み、お茶飲み。全然俺なくても、全然使わんと高尾まで行ったことあるしな、実際。いや、まあ見えるか見えへんかってのがやっぱ大きいからね。そうやな、ずっとさやな、追加見てきたからな。目がそっちに慣れてるってのはある。やばい、2連勝49秒やで。ちょっと待って、ちょっとね、やっぱやり方変えなあかん。俺ちょっと順応する、このルールに。このマグロ潰しのやり方にちょっと対応するよ。こっから、ちょっと待って、これ順応力を見ろ。運でか、俺らの25日を思い出せ。いや、もう俺連勝してるし、悪いけど。いああ、じゃあもうこれもういい分やから、俺も協力する。いやいや、それいいん、そういうの全然してもらわんくても。なんだなんか、なんだ、いやいや、もう手ほどきとか受けたくないし。もう同じ土俵なんやろ。うん、そうだよ、もうダメよ。いや、もうこっからマジで、もうこれがのだけやから。これ世界大会崩しとしてこの動画を待って。いや、まさか全部取られると思わんかな。やっぱこういう番外戦術みたいな、番外戦術は番ないやけど、マジ言い訳せんからな俺。マジでベルトかけるわこの一戦に。あ、譲ってくれんねや。いや、譲る、この一戦にな。悪いな。あっ、新宿超えるぞ。行くやろな、そら。いかんとそや。こっちも物足りひんし。いかんと。49秒でしんどい。あっ、マジかよ。とりあえずベルト1個取り戻したな。1個かけたから。一生分帳消しやな。2個ミスってるから。オッケーオッケー。もう帰る。新宿行けてないな。そうだね、あのちょっと攻略、そうやな、確かに。うん、あ、 2P 対戦やとこれされると確かに弱いかもしれん。もう一回やるか。もう一回やるか。あー、焦る。あ、やべ、あぶねー。なんだなんだ。オッケー、こっからか。落とすのうまなってるな、お前。いや、もうなんか、さっき一番最初、あの、ちょんちょんするみたいなのあったやんか。うん、あれにとらわれすぎたけど、ちょんちょんいらんわ。そうね、そう、ちょんちょんする方がと狂うわということに気づいた。マジで反応勝負やんけ、これ。反応と読み。でも、やってるんやから、そっちの方が慣れてるはずやろうか。そうだね。あ、お前死んだ。あー、もう取りへんな。なんで新宿まで行けへんのやろ。いや、俺始まってまだ10回ぐらいしかやってない。ゴブレン発
ってる時点でおかしいわけよ。持ちやるか。これ全然おもろいな。いや、あの対戦あんまやってこんかったけど、この落とすやつは初めてやからさ。世界初まであるよな、こんな最初に全部落とす。いや、この方が勝てるのか。これ A 長押しで、A 押しっぱでそのまま押しに下がねあ、そうやな、工夫するときはそうやな。そうそうそう、うん、節約するときはちょんちょんのがいい。うん、勝手に掴んでくれるから。あ、ごめん、お茶飲みするね。お茶飲みする。なんで息ついてるときも傾き続けんね。危ね、うん、危なかったな、強いな、来たな。あ、やったってました、これは。俺はそもそも揺られてない。だるこいつ。安定感が違うのよ。ほぼ一緒の動きしてるで今。いや、よく見ろよ。いや、やだよ、これ。よし、なあ、くそ、恥だ、恥。一回でも負けんの、恥やのに。あ、俺 25% ぐらい勝ってない。けっ、まあ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 、ベトー。いや、だからやっぱね、あの 2P 対戦結構危なかったんですよ、俺本当に。やっぱあの全然圧勝じゃないんですよ。あの一人で釣りがずっとやるのは確かにうまいけど、こんだけさやられるとさ、まあそれは負けることもあるよ。ベトー。